死ぬ、改めて何かこう今回キック磨くにあたって自身で何かこう取り組んでることっていうのがありますか。体格も結構全然前よりがっちりさせて、とにかく結構こうやって蹴りまくってます。で、いろんな先生にも教えてもらっていて、キックの威力が増したねと言われてるので、結構自分自身もすごく自信がついてます。まあ、今まで必殺技はハイキックがあったんですけれども、それ以外に何かこう違う技というかキックで、メキシコの試合で、ウルティモドラゴンの校長さんに先生に教えてもらったグラシアスというのは新技なんですけど、とにかく蹴りに磨
響を受けているので、次の試合でその蹴りを皆さんに見せて、蹴って蹴って蹴りまくって勝っていきたいですね。次の試合で、まあ、カナダ選手もそうなんですけども、対戦相手で藤原組長だったり、船木さんとかいるんですけども、その男子レスラー相手にも、蹴りで向かっていきます。そうですね、セリーナと日本で試合ができるということで、本当にアメリカの一番の女子の、場所の島の本当日本で初公開じゃないですけど、逆輸入ということで、それに見合っただけの試合をするつもりですし、やっぱり初代のディーバ王座、初代っていうのはやっぱりすごい魅力的なので、初代の王座をいただくためには、セリーナ戦絶対勝たなきゃならないので、勝ちに行きます。今日はアキラさんのスパーリングを披露してます。アキラさんのスパーリングを。そうですね、やっぱり体が大きい分ちょっと難しい部分もあったんですけれども、自分のコンディション的にはいいと感じられたのでいけると思います。でですね、実はですね、僕前々から思っていたことなんですけど、で今回ちょっとそういう理由もあって彼女にこのトーナメントに出てきてもらったんですけれども、もしかしたら僕が思うにですよ、で僕が思うに総合力においてもしかしたら中川智香は現在女子プロレス界最強なんじゃないかなと僕思ってるんですよ。実は本当に日本の女子プレーヤーの中でもしかしたら最強は中川智香なんじゃないかなっていう。それは体の大きい人とかパワーのすごい人、スピードの速い人はいるんですけど、そういうことじゃなくてこう平均点の高さにおいてもしかしたらそういうのをバンド・フォー・バンドってアメリカで言うんですけど、一番こう全て条件を同じにしたら一番強いのは中川智香なんじゃないかなって僕思ってるんですよ。だからまあ、セリーナが大本命であることはこのトーナメント間違いないと思うんです。だけどもしかしたらセリーナに土をつける可能性があるとしたら中川智香しかいないんじゃないかなって僕実は思ってたんですよ前から。そしてこのトーナメントにも出てもらったんです。実はですね、さっきのアキラさんとのグラウンド見てもらっても分かると思うんですけど、あれだけ男のあんな体の大きいアキラさんのグラウンドに返せる選手って俺多分ね女子プロ界にもしかしたらいないんじゃないかなって、この人以外ね、もしかしたらセリーナに勝つとしたらこのトーナメントで中川智香しかいないんじゃないかなって、ちょっと中川智香最強説とでも言いますか、僕の考えですよあくまで、けどまあそれはねちょっと今度のトーナメントセリーナ戦で何かお客さんもそう思う人が増えていくんじゃないかなって気がなんか僕はするんですけど、余計なことでした、すみません。ありがとうございます。スマッシュに上がることによってこの世界レベルの方々と試合することができて、本当にこれが自分にとって のチャンスだと思ってます。世界一の空中ファイターとして、自分の見せ技をしっかり披露したいと思います。何かこの試合に向けて何か新技だと何か出したい技とか考えられた？はい、もちろん考えてます。それは当日お見せできるようにします。飛び技？飛び技ではありません。こちらの技の中で今まで見てきた中で一番良かったのはですね、ショルダーダックだったんですね。それを僕今日船木さんとお話をしたら、ならちょっとそれを応用してそうだこの技を伝授したらいいんじゃないかってことで船木さんがね今日は、そうさっきも言ったんですけど、なんだエッジにちょこっと教えてもらったっていうか、なんかコツを教えてもらって、それを別にいや使いもしないけど別に取っといて、でまあ日本に来た時誰かに教えてあげようかなと。でいやそれでなんかタックルが上手だって聞いたから、あじゃあタックルね基本は基本だけどそれうまくできるんだったら、そのもうちょっとそれがフィニッシュにできるムーブって言ったらやっぱりエッジの相対好きやから、でタチリに行ったらあじゃあ練習今日いいですかみたいな。そしたら今
ご覧になりましたよね。わあ、すごい、すごい上手だよね。体型に合ってたんですね。ああ、よかったな。だからさ、そういうね、思想的なことが今できなくなってる人が多いから、その中でもそれをさ、フィニッシュにできるっていうね、ちゃんとベースにできたら、まあ、それだけも強いから、まあ、それで今みたいに綺麗にバーンとやるのもフィニッシュ。まだ一週間ありますしね。フィニッシュになる予感がしますよね、できるよね。一瞬ちょっと空気が変わったもんね。ちゃんと行く前に行くって感じですよね。何かありますか、まこちゃんに。何かね、ティアも今が終わって、ご自身の中での手応えというか。今日初めてやったんですけども、子供さんをうずくまらせるというか、できたので。いいだよな。まあ、エッジのスピアを、今木がエッジって言ってますね。入ったら、リエージに行くのと、使い手がまた、あんたの使い手ができたよ。エッジの遺伝子は、まこちゃんの受け継がれるよ。おすごいな、これ。頑張ってね。もしダメだったら、打ち切りって。分かった。一応ね、エッジから受けてもらったから。すごい。大体そんな感じですね。お願いします。